はい、こんにちは、サルウィンです。妖怪ウォッチプニプニの実況をしていきたいと思います。今私がなぜ地下水道 B にいるのかというと、イベントクエストのボスが強くてですねこいつに勝てないです。雨女だったっけ、雨女がね強いんですわ、強いんですわ。しかもここのミッションがね結構えぐくて、私ねスコアは取れると思うんだけど、回復しないでクリアとボーナス玉3個、これがね結構私のプレイだとなかなかヘビーなんですよね。特にデッキ的に回復、まあだからまあパーティー変えりゃいいっちゃいいんでしょうけどね。まあそこはってことで、まあちょっと頑張っていこうかなと。まあというわけで、とりあえず今レベル上げとかしてる最中でございますね。でパーティーにね、そのブシニャンを迎えることができました。やっと初めての S ランク、初めての S ランクですよね。そう、一応ね話を聞きまして、大辞典を埋めるともらえるよっていう話を聞きまして、まあストーリー70まで進めて70のところで70秒以内っていうのが結構大変だったんですけど、72秒とか78秒とか言いながら結構手こずってたんですけど、あ、ここですね。はい。とりあえずここのバクと雲外鏡とセミマルとジバニャンとフーミンとリュウくんですね。これを揃えることにより、武士にあが手に入ると。まあ持ってない方はね、ぜひ頑張ってみてください。で、フーミンですね。これですね。フーミンの試練っていうのがちょっと大変かなっていう感じ。どれかな、どれかは1枚は多分ガチャって言ってたかな、確か。ガチャじゃない、ガシャ。はい。で、今日は何をやるかというと、まあ、ワイマネーも溜まったんで、妖怪ガシャを1回回そうかなと。梅雨ガシャですね。あ、ちょっと待って、コインがあるね。コインちょっといいかな。先にコイン使いましょう。あ、星1が。一つ星コイン。いや、でもね、A とか出たんですね。悪くないと思う。いけー、これで S とか出るのかな。あ、ダメっぽい。さすがにダメか。あー、ダルダルマですね。これは技レベルが上がる。はい。まあ、ここはね、前哨戦的なもんなんで。前菜？さあ、行け！欲しいやつは結構あるからね。さあ、お願いします。SS！ あー、ええかな。結構出ないっすね。ん？うわー、なにこれ。あ、一応いいやつか。こっちじゃない、多分、こっちじゃない方がいいのかもしれないんだけどね。一応、あれだよね。あ、これじゃないか。こっちか。なんか、上のやつでね、これ一応、ほら、あれな、一応、これ SS 扱いになるのかな？なんか、このコロンブスの電気ですね。コロンブスに挑戦ができるらしい。これできれば、キラコマの方が多分、当たりなんでしょうけどね。おそらく。キラコマはね、なんか、ね、すごい強いって聞いたんで、コロンブスはわからないっす。いやー、SS 級が引けるなら、普通にキャラでいいんだけどな。乙姫がよかったな。まあしょうがない。これはまたちょっと、もうちょっとある程度マネーとか貯めたり、ちょっと今回はちゃんと準備してから行きます。前回エビスで失敗してるんで。はい。というわけで、そんな感じで、まあ悪くない引きだったのかなっていうことですね。はい、じゃあお疲れ様でした。バイバイです。